お疲れちゃんです。ラットです。そしてよっしゃー、焼き鳥です。はい、はい、ってなわけでね、久しぶりの焼き鳥付き動画でございますね。はい、でも昨日もあ言ってあれだ、そうだ、今日これ2本目に上がるやつだから1本目のままついてたわ途中からついてきたね。そう、途中のついてたわ。まあいっか。ってなわけで、はい、今日もね、あの今日は世界大会見終わっていいですね。ちょうど見た日に、そうだね、見て帰って、そう、夜、うん、土曜日の夜帰ってはないんだけどね。そう、まあオズニキの家にまた来たんで動画を撮ってるわけなんで、いらっしゃい、はい、はい、そう、オズニキ、ね、正しい使い方、オズニキとダニーパイセンもいますね。触れなくてもいいかも、あれはいつも通りです。はい、はい、そうですね。はい、てなわけで今日は何やってるかっていうと、まあ、今日はグラチャでやるんですけど、デッキがですね、こちら超マジのガンス迫撃です。それなんか俺使ってた記憶があるけど、マジ焼き鳥とかが使ってたマジの引きこもりなんかやばい、もうガチの僕が大嫌いなデッキなんですけど、いやでもそれ、これが、まあ、時代が僕が来ると思うんですよね。マジで言ってる、まあ、アップデー後ですね。こちらアップデー後の僕が紹介するデッキなんですけど、はい、まあ、アップデー来てないか、うん、来てないよいいのいいの、それそんな強化されんくね。だっていやアーチャーが強化されるやん、うん、まあまあまあ、でロリババ買う方やん、うん、でライドラ買う方やん、うん、もう自然的に強化だよね。まあまあ確かにな、はい、確かにな。そうだから言ったらテスラクロスも増えるね、うん、だからテスラクロスとか発撃とかが増えるわけで、まあ、施設限になるわけで、まあ、こちらですね、まあ、ウッドのスペル、あの、まあ、レベルが足りなかったらまあいいか、少しいいか何がレベル足りなくてもまあウッドでいいし、うん、最悪ヤナアメとかでもいいか。そうだね、ヤーメ型も結構前流行ってたから、ね、ヤーメウッドとかやったっけ。それヤーメウッドか、そう、まあ、トルネとか、そうだから、まあ、トルネかヤナアメはどっちかで、まあ、ウッドは頑張って必須やんけ、そう結局必須だったね。そうってなわけでこちらね、今日使っていこうと思いますね。でまあ今だったら結局ライドラもまだ強いんですけど、それはけどロリバも強いんだけど、うん、それでも強い。でも今ババ小屋ホバリングのデッキめっちゃ流行ってるやん、あの三重子デッキ、うん、しんどくね。それなだからでもこれはその環境後に、まあ、アップデート後にね僕がおすすめデッキなので、今あるデッキのこと言われてもフライングして使ったんで、そう困る。でも今これで勝てれば絶対勝てるやん、言ったら分かる。まあ確かにな、これ強いでいいかな。これゴレですね、相手ゴレだな、多分ランバーだから遅延ゴレかな。これはどうする困る困る困るから後ろね、まあ、ネット出して、このゴロを出すタイミングなんですけど、これが意外とむずい。ここでアイスピプラスのコウモリとか、僕が迫撃とかマジで使えないんですよ。あの施設を僕使わない主義なんでやば、正直わかんないんですよマジで。だから、まあ、焼き鳥に教えてもらいつつ、にわか迫撃でどこまでいけるのかっていうのね、でも俺も最近迫撃使っとらんから全然覚えてないんだよね。僕だけやね、それはこういうのはもうこれで攻めれるから、これで攻めるじゃん。でここにメガが来るから、あ来なかった。あでもこれ本番だったら、本番環境変わってたら今のアーチャー生きるんだよね、うん、ていうか今のあのゴレ出してきたタイミングで攻めるとかは なしな、迫撃で普通に。ああそれで防衛できるためのトレネなんじゃない、そっかって思うけどね。あまあでもキング起動しに行くっていう意味では全然あるよな。そうなん、うん、まあよくわかんないね、キツネが言ってるのはまあ、確かにそうだね、あの瞬間に迫撃で攻めるのもありですね全然。まあトレネがあるからね。そうでも僕はで今の形といったらやっぱライトニングとかが多いから。おやんあんあんこれきつくね、おいおいやめてくれちょやめてくれ、痛いもうゴレねやばい。あそう、世界大会を見に行った方とか、まあ YouTube で見た方とか、うん、いろんな方がいらっしゃるかもしれないですけど、見てない方はマジで見てほしいですね。まあ長いけどねむちゃくちゃ長いな、うん、けどやばいね、うん、あれはね、ほんと見て損しないっていうか、ん何、うん、何見て損しないわあちゃんと最後までやるよ、ちゃんと最後まで。そう、それであれよな、ゴレがめっちゃ多かったよ。そう、もうほんとにただそれだけ、それが痛い。ゴレやん、もうゴレしかおらんやんっていうぐらいでゴレしかいなかった、うん、もうなんか絶対になんか1試合中に1回は出てきますみたいなね、うん、ロケット下手くそやね違うあのね、今メガゴが生き生きしとったんで大丈夫。やばいやばい、負けたくね、1本目やで、待って、いやでも重いやん負けたと思うやんこういうのな、俺うまいからピューン、おーいそっちはライズあ、まあ、待って1個下だったっけどっちにしてもやねんか、待って終わっとくね
下手くそやね。シンプルに下手くそだよな。さてはこれやったくね俺、うん、それはやったかなって俺も今思ってるまあいいか、そういうこともあるよな。そうだからそう一つ言いたいのが世界大会でマジでその1試合で1回は出てきた。そうだね、100多分本当に出てきてる。なんかまあ形はいろいろ違ったとしても、そうゴレゴレがゴレ、ね、ゴレ1回相手ゴレおまたゴレゴレしかおらんやんっていうぐらいでゴレだったんですよ。ロイヤルとかもめっちゃゴレばっかっていうか、そうゴレとラバしか使ってなかった。そうでロイヤルじゃないそのイモータルズっていうチームも他の選手もゴレ。そうだね、ザゴットだザゴットっていう選手もゴレ、誰が出てきてもどっちかは絶対ゴレが使うみたいな、みんなゴレやんみたいな感じでゴレだったし、やっぱ強いんですよねゴレが。その形さえ作ってしまえばその止まんないからね結局。まあ割とどうしやすいかね。そうだから今のまあアップデ前だね。それはでもアップデ前まではもう本当に今ゴレが最強かなっていうのはありますね。やばいね、もう修正後どうなん、普通にまだ強そうじゃね。そうね、迫撃とクロスが増えるってなったら結局ゴレ強くねってなっちゃうよね、うん、結果ゴレやね結果ゴレやね、やばいでしょ、やばいやばい、マジやばい、まあ、ロイヤルとかのゴレはもうマジで異次元の噂だったんですけどけど言うてやっぱ使用率高いからね、使いやすいしねこれ意外と。そうだね、割と簡単というかね、そうしっかり、ま、丁寧に守ることさえできればさあてなわけで、はいはい、あ遅れた、遅れじゃい、すべて失うじゃいや、これ相手すべて失ってる、うん、もう今すべて失ってる、もうこれね、もう回転が速いから、でもめちゃくちゃ強いね。どんどん出していいんだけど、うん、で僕のこのハギがシンプルにそんな参考にならなくて、正直デッキ紹介みたいなとこあるんですけど、あの高回転で回すのがラットあんま上手くないな、さては。スキアイスピューの使い手じゃないね。そう、あの意外と僕のイメージ、こう焼き鳥の時は話したのかな。話したかも。そう。ラットって意外、そう、なんかロイヤルがもう本当に大型しか使わなかったんですよ、うん、だからいろいろなんかどんなデッキのイメージがあるかみたいな話したんですけど、うん、僕って結構高回転のデッキのイメージが意外とある。そうだね、なんかめっちゃディガーとか本当になんかギャングとかコウモリとか使ってそのイメージがあるなんだけど、意外と高回転デッキが下手くそなんですよ辛い現実。ギャングとかは使うけど、そうスキアイスピは使わないですね。だから集団をな、あの微妙な高回転なんかちょっと量がいるやつらをよく使ってるから、そうあのめっちゃ高回転とか苦手なんだけど、そうだからこういうマジの高回転本当に苦手なんですよ。えげつないぐらいむずいやん。スキアイスピどうすればいいのって、あんなん捨てるだけやんって。そうだから捨てちゃうんよねもったいないんだよな。なんかそう、うまく生かせてないんだよな、その一コス軍団を。ラットは説教これ、うん、説教やば、これないと、あ、惜しいそう、マジどう言うて勝てそう。これね、知ってます、ロケットやばいんですよ。ロケット打ってもう2秒後ぐらいにロケット待ってくるんですよそれだ、本当にで、それは持っただろ、2秒後にロケット待ってくるわけない。いやいや、いけるいける、10コスト止まった瞬間にプルンって、ほんまにいくで、いくで、いきます、いきます。はい、そこの、めっちゃ低下、いやいや、まだ無理や、ちっちゃいコストで回せよ、いけるいける。いやでもそれ、スキアイスピじゃないから無理でしょ。あ、そうだまあいやでもこれでも本当にウッドで出た、ウッド削り。でもこれ普通にロケット2周回した方が良かったんじゃね。危ないよねワンチャン、よくね、うん、今のウッドじゃなくてロケットだったな普通に。もういくね、いやウッドの方がいいなこれロケットの方がいいな、うん、間に合わんくねえ。ということでロケット打ちまーす焼き鳥が言ったんで、これ全部焼き鳥の責任です。でちっちゃいので回してできるだけ、はい、回す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 、今待ってる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 、ちっちゃいので回せ回せ回せ、回した、回った。で、もうあとはあーとか言ったら、これ地味に折られて負けるみたいな、最速の場所に打ったらダメだよ、ロケット。そう、大事大事、グッドゲーム。それだね、うん、ロケットの打つところ、タワーのギリギリ手前に打つみたいなのがもう意外と大事だよね。あれはマジで癖つけといた方がいいよ。そう、それも大事して、本当に 0.01 秒の差とかが、うん、勝負に大事になってくるから、なそこだよね、迫撃むずいんですよね。でもこれがもうアーチャーがもう無敵状態になっちゃうから、次の環境強いな、アーチャーやばいんだよ、アーチャーの情報がやばいんだよ。なんでしちゃったのかと、本当に事故本当にな、うん、言っていいのか、事故やっちゃったよね、うん、それだけはやったらダメだった、マジで
マジで唯一やっちゃいけないことをやっちゃってみたいな感じね。ダクネのコウモリが出てくるの毎秒3体にしたみたいなと一緒毎秒3体毎秒でかい毎秒じゃないけどあの3体にしたぐらいやばいことをしたと思いますね僕は。これしんどくない？いや言うてゴレもあのゴレは本当に近くに来たらなんか公営ってさダクネとかじゃん、ダクネとかでタケ取りたくないからこうやって反撃入ってくるんよね。なんて言ったの俺これライドラ誰くねそれな、ライドラロケット徹底しないと。あ待ってやめてやめて、アーチャーがあもうそうなんだよな。けどこれ見てください、このアイスピですね。こういうアイスピのこのアイスピでキングキッドできちゃうんで、できるできる本当にできる。もう一つ左の方がいい。あやばい、一マス。あでもまあまあまあ一マス左の方がいい。うん、うん、でもあれ左の方がいいよ本当。うん、あのやめて俺のチャンネル壊さないでマジでもっと暴れてやろうか本当に。もっと暴れてやろうか。シンプルに焼き鳥が恥ずかしいだけやで、それわかる。でも世界大会行った時もラッなんかめちゃくちゃ声かけられとらんかった。あれ、うん、やばくなかった、動けませんみたいなそうめちゃくちゃ。でもみんなでしょ、みんな多分プロの方とかみんなたくさん話しかけられてるから結構大変だったよね。どんぐらい写真撮った？いやわかんないけどもう普通に 3,40 枚いってるんじゃないいや研究やな、もっといってるだろ。やばいっすねマジで。5000枚ぐらい撮ってたでしょ。それはやったな、焼き鳥。それは違くね、それは違くね、それは違くね。マジであの焼き鳥喋る方がいいで、本当に。やめて。もうスネキが切れるぐらいやで。投資しちゃう、投資しちゃう。フリーズの強化だから。一回防衛戦入るようになるからってやめて。で、多分ライドラ来たらトルネロケでメガごと全部まとめたいんですけど、来なかったら高回転で回してナイトアーチャーとかで守りたいですね。でこれトルネードもあるんで、いやいらないか。いやいるな。いやいるいる。気持ちトルネ。でこれはライドラも別にコウモリあれば怖くない。コウモリだけで抑えられるんで、これも左を攻めたいですね。相手ゴレ回ってないから今ってなやつで、さあ入ってくる。でこのあここの反撃延命ですね。そうだね。あごめんなさいごめんなさい、あごめんなさいごめんなさいごめんなさい。いや僕はナイトを傷つけるのが嫌だった。だからナイトの気持ちになって相手ダメージ受けた。ナイトって守り役やろ。これもうどんどんこういう時に攻めますね。どんどん攻めたら相手のゴレが多分間に合わないからって言ったら間に合ってきた。しっかり間に合った。うん、そうしっかり間に合ってきた。やばくないやばくない、大丈夫。ゴレ置くね、やっぱり。またゴレやん。でも言うて、言うてやね。何言うてやねって。いや、ゴレしかおらんやん。言うて。一つ言っていい、ゴレしかおらんやん。それな。嫌いだわ、マジで。ゴレやばいっすよね。ランバーがそう、めちゃくちゃ強い。見てて思ったのが、やっぱランバーがめちゃくちゃぶん殴って倒れてるとか結構あるから。あいつ腕ちぎれるんちゃうかって。回すもんなやばいよね。マジで腕振りすぎでしょマジで引きちぎれるでしょあれ。マジでやばい、本当にやばい。これでもライドラ厄介じゃね、めちゃくちゃ。だから、カホ来るから、安心して。そうだったわ、カホ来る。今の環境じゃないから、俺今、新環境の話してんだよな。うん、これも美味しいですね。ああ、いいね。そう、このトルネロケットが強いよな、9コスで全てを処理できるから。うん。で、ここでもう攻めちゃいますね。はい。で、これメガゴ来ますね。来なかった。で、ここでメガゴ来ますね。はい、ここを延命していきたいね。ああ、だるい。これ、ツラシオープ。ツラシオープ。これね、でもね、引き分けにはしたくないんですよね、これは。だから、勝ちに行きますね。おこれいける？こういう時にあれはダメなの？でこうしたら相手はナイトをボコリしないといけないですか。でそこでね、このコウモリとか小物でねゴレをすぐ溶かしてあげることが大事ですね。あ待って、あーちゃん避けた。お一体だけでここですることはロケット打ちます。ピョン、あと何？1414でここでアイスピ削り、やばすぎもうねこんなんロケットでいいの、別にロケットでいいの。もう一回次のロケットで防衛できるんですよね。あでもアイスピ入ったのはでかいな。そうもうねロケットゲーですよこんな。はい、まあね、最悪だって本当にこういうデッキってもう本当になんだろう、最初からロケットだけで削っても割と勝てる時あるから、ね、キチガイでしょ。いや本当に割とあるよ。やばい待って、やったかも。前まで結構上位に待って、これランバー追加されて終わるパティンや。俺は気づいたと思うやん。回ってきちゃうんですね。でこのキング起動なぜかしてるからさ、あ痛い縁いった縁いった縁いった打ちったけども大丈夫なのかこのデッキ。またロケット2発で終わるかな。これ終わる？ロケットなんだっけ、428ぐらいじゃなかった？えやばくないこれ、うん、
よくね、理論上やばいよな。終わっとくね。と思うじゃないですか。でもトルネがあるんよな、このデッキ。高回転なのにさらに後ろに遅延させることができるっていうこの強さ。やばい。な、キャ。最速？最速だけど、あ、いやワンチャン耐える。いや。おや、ラトさん。いやでもこれはね、まあ僕がやっぱ使い慣れてないっていうのがあるんで、下手くそやったわ。だから本当に反撃普段から使ってる方とか、これしかもノーマルが主体なんですよね、このデッキ。ああ、そうそうそう、それが、ね、だからそう、前まで組みやすかったんですよ、このデッキを。うん、だからこれがえげつないぐらいいたマルチ、うん、まあ簡単にレベル上げられるからね。そうだから、おすすめ、おすすめ、無課金おすすめ。本当にそれ強くなる？本当になるくね。まあでも確かに今ライドラーがしんどかったって。今2回ともライドラーに負けただけやで。ほら、しかもゴレでロリババも弱くなるもんな。そう、確かに、イコール最強。うん、だからマジでありだと私は思うんですけど、どう思いますかね。ありなんじゃないですか。眠いです。なんでまあそうですね、はい、まあ、わかんないんですけど、アップデート来ないと結局。うん、ぜひ、まあ使ったことないから、ワンチャンある、普通にワンチャンある、うん、元祖最強デッキみたいな、元祖無課金最強デッキがね、復活してくるみたいなのがあるから ね。 そうだね、意外と昔のデッキが、まあ、こういうのもね注目しといた方がそういいかなと思いましてね、今日はこんな形で動画を締めたいなと思います。はい、あーよすーてなわけで、本日ねコラボさせていただいたギトリー選手のチャンネルも一応貼っとくんでね、今日こんなグダグダな感じでいい、やばいかな。焼き鳥がでも先般だよな、全てはだからしゃあない。はい、ってなわけで上がりきってない、終わりにしたいと思います。ではバイバイ、お疲れ様でした。お疲れ様です。え